はい、こんにちは、こんばんは、てるです。今回は2020春アニメの7話から8話を見ての感想と、それぞれ個人的にランクをつけていこうと思いますので、よろしくお願いします。ということでね、現在今画面に映っているものが前回5話から6話時点での個人的な評価でございます。SS から SABC といった形でつけております。でね、見てわかる通り、もう BC の欄が何もないんですよね。うん。今期は基本的に個人的評価低い作品あんまりもう見ていないものが多いですね。前回 C ランクだった8難につきましてももうすでに見ておりません。ということで今回から8難はなしでいきますね。はい。ということで、下に映っているものは現在もう見ていない作品や延期されてしまったり、した作品たちでございますので、こちらの方も感想なしでいきますね。ということで始まります。まずは前回 AE 評価の作品でございます。まずアルテから。アルテの7話と8話なんですけど、7話では前回チラッと出てきたね、イケメンの人が、アルテに接触してくるっていうことで、まあ、この人がベネツィアの貴族だったんですね。ユーリっていう人なんですけど、でアルテにその何ていうのかな、依頼を持ってくるんですよね。家庭教師を頼みたいっていうことだったんですけど、結構いろいろアルテ的には渋るところがあって、そのレオさんにね相談したりするんですけど、まあ、最終的な話で言いますと、この家庭教師の一件っていうのはアルテ個人として受けるんじゃなくて、そのレオの弟子として受けるっていうことに、落ち着きましてね、それで OK を出したんですよね。うん。で、まあなんつうのかな、今回の話は随分この新しいユーリっていうキャラに振り回されたような話でしたね。うん。で、まあルザンナを助けるためにね、アルテから乗っかっていくっていう結構面白い展開を見せてくれたりしましたけど、うん。でそんな感じで、今回からね。今回じゃないか。次回から新しい展開見せてくれるっていうところで終わっておりました。まあ、そんなね、新しいステージが始まりました。第8話なんですけど、8話ではとうとう舞台がね、フィレンツェからベネツィアに移りました。ベネツィアで、ユーリの姪だったかなのカタリーナの、家庭教師をすることになったアルテなんですけど、このカタリーナっていうのが思った以上にかなりキャラに癖がある人物でしたね。うん。かなりどちらかというと、悪役令嬢のようなね、かなり豪快というか、自分勝手なようなキャラクターで、これはちょっと今後は気になりますね。うん。まあ、それから今回の8話からはもうメインで出てきたレオさんがもうほとんど出てこなくなるということなんですけど、まあ最後にね、レオさん的にね、いい名言残してくれたのでね、悩む前に仕事をしろっていう、まあこれをね、この名言に従ってね、もういつも通りのアルテのような仕事ぶりを見ていきたいなというところでございますがね、そんな感じで第8話からは結構心機一転というかね、ステージが変わりましたアルテのお話でございましたというところでございます。うん。まあそんな感じのね、7、8話だったんですけど、まあそうですね、8話は結構雰囲気が変わって今までと違う感じがあって面白かったかな。うん。ちょっとね、今んとこその1話が6話あたり見た感じだとね、若干飽きかけていたので、うん、ちょっと、ね、雰囲気が変わったのは良かったかなと。舞台がねベネツィアっていうところに変わったのも、結構いいですねというところで、評価的には別にそんな変わることはないかな。けど全体的にその最近アルテにそこまで楽しめてるかっていうとちょっと微妙なところあるんですよね。若干飽きかけてる自分がいるというか、うん、ですのでちょっと評価下がってるところありますかね。うん、ごめんなさい、ちょっと B ですね。うん、というところでございます。はい、ちょっと本当個人的なものなんですけどね。アルテはちょっと、そんな感じでございましたね。7、8話で心機一転というか、舞台が変わってのお話でございました。そして続きましては神の塔でございます。はい、神の塔7、8話だったんですけど、この7、8話結構面白かったですね。うん、7、8話は前回の続きでアナクとエンドロシーの戦いが続くというところだったんですけど、この戦い結構面白かったんですよね。うん、まあ、いつも以上にねキレキレの作画が見ていて楽しかったですね。で、まあ、そんな戦いとかがありまして、そうですね。シビスとハツのね、友達作りを手伝うことになったクンっていう、ストーリーがありまして。いや、クンが出てくるとみんなね、そのクンの手のひらの上で転がされてる感がね、面白いんですよね、見ていて。うん。クンがね、描いたシナリオと演技指導をもとにね、お友達のターゲットとして、ザハード、アナクとね、エンドロシが選ばれたっていうところで、そんな形のお話がありまして、結局、ザハードはね、友達として加えることができたって、それでノルマ達成っていうところだったんですけどね、うん。まあ、その友達作りの課題がありまして、ですね、それから、夜と、
ラウレですかね。うん。この二人は結構いい感じの関係性が築けてきたかなっていうところなんですけどね。同じ波使いでね。で、それから、第4のテストっていうところで、鬼ごっこっていうところが始まってきましたね。うん。まあ、という、そんな感じの第7話でございました。そして8話ですね。今回はね、メインはもうクンですかね。クンの策略がものすごく光っていました。はい。というところで、第8話は鬼ごっこが始まるんですけど、なんつうか、一通り見終わった後に、あ、結局、クンの策略って、もうなんか、言いようがないほど完璧だったなっていうところを思い知らされたというか、うん、終わってみたら、あ、そういうことだったのねっていうところで、ちょっとね、いろいろすごい話でもございましたね。面白かったですね、この話は。試験中、新しいね、クオントってやつが出てくるんですけど、まあ、前回にも出てきたんですけど、めちゃくちゃ強くて、早いくてね、いろんな策がね、破られていくんですよね。でも、破られてると見せかけて、実はっていうところでね、いや、これがまたね、良かったですね。騙し合い騙し合いでね。うん。今回はね、A チームと B チームっていう分かれていくんですけど、まあ、これがね、ただ勝てばいいっていうところじゃないっていうところが面白くてね。まあ、それでね、曖昧めに挟まってくるね、あの、大きい子供みたいなね、あの、でっかい大男と、あの、ラークさんの二人の大食い対決が面白かったですね。はい。というところですかね、うん。まあ、ラヘルとかはそんなよく分かんないんですけど、ずっと一人でね、ぼっちなんですけどね。どうなっていくんでしょうか。それからエンドロシが気になるところっていうところで終わっていましたね。 B チームのリーダーがエンドロシが務めることになったんですけど、結構 A と B ではね、どういうチームはよくわかんないんですけど、だいぶなんか偏り感が強いんですよね。で、次回はね、 B チームの、鬼ごっこが始まるということで、だいぶ波乱が起きそうですけどね。というところの第8話でございました。うん。今回面白かったですね。特に8話は良かったね。うん。というところで、A 評価でしたけど、面白かったので S ですね。はい。というところで、ちょっとランク一つ上げておこうと思います。神の塔7、8話でございました。続きました。前回 S ランクの評価の、ハメフラグレイプニル、プリコネ、イエスタデイナミ、BNA、隠し事でございます。まずハメフラから。ハメフラ7、8話はですね、先に言っとくと、7、8話はかなりのアニオリでしたね。うん。原作にないエピソードがアニメオリジナルで描かれてきたお話でございました。7話は、前半で、ソフィアの、なんていうのが前世になるのかな。あっちゃん、のエピソードがスタートなんですけど、まあ、そっからの話で、メインはダンジョンのお話ですかね。ダンジョンの中に入っていって、なんだっけ、なんか石みたいなの取ってくるみたいな話だったかなっていうことなんですけど、語りながらなんかキノコを取ったりといろいろありましたけど、そんな感じの7話でございました。で、8話でございますね。8話は本に食べられちゃうんだっかな。うん。アニオリなんですけど、本に食べられてしまって、その中からどうにか出ようとする話なんですけど、この本が、それぞれのね、欲望を具現化してくれるというか、その欲望を満たしたら解放されるんだっかな、そんな感じのお話でございましたね。うん。まあ、結構ね、8話に関して言うと、かなりはっちゃけていて、僕は結構面白いと思いました。うん。でね、今回の7、8話はアニオリって言ったんですけど、ちょっとね、気になったので感想を調べて見てみたんですよね、皆さんの。うん。そしたら、割とですね、半々ぐらいだったんですよね。アニオリ OK 派と、アニオリクソつまんない派みたいので、結構二分する感じの感想が見受けられましたね。うん。そうですね、長時間のとこ行っちゃうと、今までの1話から6話に比べると7、8話は、まあ、パッと見で分かるぐらいあんまり面白くなかったんですよね。うん。ですけど、つまらないかって言われちゃうと、まあそうでもなくて、特に8話なんかは、うん、かなりいい感じのアニオリだなとは僕は思いましたけどね。うん、というところでございましたね。まあ、どうなんですかね、ここに来てアニオリを結構入れてくるっていうことは、まあワンクールだと思うんですけど、まあ、原作的にはストックはね、だいぶあるんですよね。原作小説だと9巻ぐらいかな、出てると思うんですけど、まあ、コミカライズだとね、そんな出てないので、コミカライズ順期だとしたら、まあ、入れてくるのもわかるんですけどね。うん、というところで、まあ、結構、まあ、しっかりとっていうか、まあ、割と、原作を消化した上でのアニオリだと思うので、まあそこまで、うん、いう感じでもないかなと。うん。まあ7話はそんなだったけどね、8話は結構良かったなと思いました。はい、というところのハメフラでした。ということで評価は A ですね。はい。
まあ今までの1話から6話と比べちゃうと明らかにっていうところだったので、ちょっと評価はちょっと落としたいなと思います。はい、そんなところでございます。続きましてグレイプニールでございます。はい、グレイプニール7話が結構激しめのお話でございましたね。うん、結構、グロいような描写も多かったんですけど、前回ね、財布を落としちゃった吉岡さんだったんですけど、その財布を拾ったのが、そのエレナの仲間のスバルっていうちっちゃいね、少年だったんですけど、こいつがめちゃくちゃやばいんですよね、能力が。うん、そのスバルってやつは、周一とね、吉岡さんが、ちょっとそのスバルのその匂いっていう雰囲気を感じただけでね、触れ上がってしまうぐらい、ちょっと格が違うような、やつだったんですよね。うん。で、こいつが操ってるっていうのはね、なんていうのかな、お袋さんと親父さんが合体したような、まがまがしい存在だったんですよね。うん。本人はなぜかね、裸になっちゃうんですけど、このね、親父さんとお袋さんがめちゃくちゃ強くてね、着ぐるみで、その一体になってた周一と吉岡さんなんですけど、潰されちゃうんですよ。握り潰されちゃって。ちょっと黒かったんですけど、特にね、着ぐるみの中で吉岡さんがね、徐々にね、圧死していく様はね、ちょっとやばかったですね。うん。で、そんなね、ショッキングな映像だったんですけれども、そっからですね、衝撃展開なんですよね。うん。どう見てもね、あの、死んだかのようにね、ボロ雑巾のようにね、絞りちぎられたね、周一と吉岡さんだったんですけど、なんつうのかな、反転体みたいな感じでね、表裏一体みたいな感じで、あの、吉岡さんが前に出ての、周一が後ろみたいな、なんかそんな感じの見た目に変わるんですよね。なんだろう、着ぐるみが変形していくんですけど、着ぐるみっていうか、着ぐるみの時と違って、なんていうのかな、ほんと合体したような感じになるんですよね。まあ、これもね、ちょっとなかなか難しいところなんですけど、まあ、とにかくね、なんか新しい力を見せてきた、周一でしたね。うん。まあ、そんな感じで、メタモルフォーゼした後の周一とね、吉岡さんは、スバルのね、その親父さんとお袋さんのでかい化け物相手にもね、戦うんですけど、そこにね、エレナが登場してきて、圧倒するっていうところでね、ちょっと格が違ったなっていうところです、ございました。うん。そんな感じの7話でございましたね。うん。やっぱ戦いってか、あの、変形が終わった後の戦いっぷりっていうのはかなりハードで、あの、迫力満点で良かったですね。うん。でやっぱりそのスバルのね、あの、巨大な親父さんとお袋さんの化け物のね、いや、見た目のパワーはちょっとでかかったですね。はい、そんな感じの、第7話でございました。そして第8話ですね。第8話ではね、あの、チームの、それぞれの自己紹介をされていくんですけど、そんなところがありつつも、その、クレアと吉岡さんが相対するっていうシーンがありましたね。うん。まあ、互いにね、周一の中に入った同士ということで、クレアの方は、中に入って、すごい戦闘戦線で戦うっていうところで、吉岡さんの方は、なんか肉体的にも精神的にも、あの、周一と一体化して、記憶も共有するんですよね。これがまた面白いところで。これがまたね、ちょっと今後の話につながってくるんですけど、周一と一体化したことによって吉岡さんっていうのは、周一も知らないような記憶を知ることになるんですよね。で、そこで分かってくるんですけど、周一の記憶っていうのは、結構いろいろ隠蔽されたような跡があることに気づいて、まあ、それでですね、まあ、本人自体はね、なかなか気づくのは難しいような隠蔽だったんですけど、第三者がね、見てみると、その隠蔽の仕方に気づくというところで、その吉岡さん気づいて、まあ、それでそのね、記憶の隠蔽されているところの、正体っていうのがエレナっていうことに、考えがね、行き着くんですよね。まあ、そして連絡を取るっていうところなんですけど、その、周一とエレナっていう二人の関係性ですよね。うん。エレナが、周一のことを一方的に思っているような風に今まで見えていたんですけど、どうやらそうでもないと。周一の方もまた同じようにエレナのことを好いていたようにも見えて、いたということで。まあ、ここの関係性が気になるところでございますがね。うん。まあ、そして周一のね、隠された能力というか、本当の能力ってのは一体何なのかっていうところでございますがね。それから今後の話でございますが、コインをね、結局集めていくっていう話だったんですけど、まあ、今後のコイン集めもね、なかなか難航しそうですけど、コインのね、その、落ちていったルートを辿っていけば、結局、その、なんだっけ、船高が墜落したところに行き着くみたいな話でございましたが、はい。ということで、最終的な狙いは宇宙船なのかというところでございます。非常にね、今後の展開気になるところの第8話でございました。うん。そうですね。やっぱり、周一の変化が結構面白かったですよね。うん。やっぱ7話は結構ショッキングな映像もありながらも、
かなりハラハラさせる展開でね。まあ、それから第8話で結構ね、いろんな謎がね、断片的に見えてきまして、今後は気になるところが増えてきましたね。はい。そして、今後のね、コイン探しのゲームの行方はっていうところでございますが、というところでね、7、8話に至りましてもかなり面白かったですね。グレープニルということで。うん。評価的には変わらず S ですかね。面白かったです。はい。特に個人的には7話が良かったですね。というところでございました。まあ、それでは続きましてね、プリンセスコネクトリダイブでございます。7、8話なんですけど。いや、本当にプリコネはクオリティ高いアニメですね。特に7話なんか戦闘シーンがかなり多く描かれてきたんですけど、もうキレッキレでしたね。うん。で、一人シリアスオーバーさんが出てくるんですけど、あの人何なんだろうな。まあまあそんな感じで、7話は、そうですね、戦闘ゴリゴリで、いろいろシリアスな部分も多かったんですけど、結局、シオリンがね、無事で良かったなっていうところで、ございましたかね。うん。というところ7話でございました。続きまして8話でございます。8話はもうめちゃくちゃいい回でしたね。うん。なんかちっちゃい3人組の子が出てくるんですけどね。うん。その子を応援するようなお話でございましたが。いやー、ちょっとどのキャラもかなり立ってるお話でございましたが、まあそうですね、うん、ペコリーのね着ぐるみもすごい可愛かったですし、なんかねプリコネっていう作品に求めてるのはまさにこういうお話なんだよっていうところを感じましたね僕は、うん、いやこういうのが見たかったんだよってところでね、本当心がほっこりするようなお話でございましたね。ほっこり会でロリ会で神会っていうねお話でございました。第8話田植えから始まる物語ということでね、というところでプリコネの、7、8話の評価なんですけど、SS ですかね、うん。7話はとにかくね、戦闘シーンが良くて、8話はね、もう全体的に良かったですね。はい、というところで、まあ、特に言うこともないぐらい7、8話のクオリティが高かったなと僕は思いました。はい、というところで SS にします。はい、続きまして、イエスタデイを歌ってでございます。はい、ですね、回を追うごとに、この4人の恋愛っていうのは、ちょっとめんどくさいというか、大概が、しなこ先生が問題なところも多いんですけど、いや、本当に、このしなこ先生は、なんとのかな、悪女っていうものを体現しているような存在ですよね。本当に、振り回し振り回しというか、うん、なかなかちょっと大変ですよね。この人に恋をしてしまうと。もう登場人物誰しもがね、諦めるっていうことをしなくて、うん。誰しもがね、思いを続けるんですよね。まあ、その結果、こういう関係になっているんですけど、まあ、7、8話の変化は何なんですかね。うん、ちょっと吹っ切れたところもあるんですけど、まあ、陸王が正社員になったりとか、いろんな生活面でも変化あったりとか、まあ、でもね、そんなに進んでいないような感じもありまして、まあ、どうなんですかね。このまま、しなこ先生と、行くんですかね。まあ、行かないような感じが強いですけれども、はい、ハルトはどうなるのか、あともう一人の子は、といったところで、ローくんだっけというところでね、うん。まあ、それぞれの声の行きが気になるところでございますが、いや、結構ね、見ていてね、ああだこうだ言いたくなるようなところもわかりますね、この作品は。うん、イエスタで歌って。7、8話でございましたが、うん、そうですね。まあ、評価的には、変わらずですかね。続きまして波を聞いてくれでございます。はい。7話はですね、前回から引き続くお話だったんですけど、まあそのよくできた話でしたね。ちょっと一通り通して、うん。結局怖い話かなと見せかけて最終的に、あ、そういうことっていうか、結局主人公かいっていうところでね、ちょっとバカバカしい話でございましたが、うん。面白かったですね。まあそして8話ですね。8話で1話の冒頭部分に繋がってくるんですよね。1話の冒頭かなり謎だったんですよね。なんか熊と対峙しているっていう、そう、なんだっけ、ラジオドラマみたいのをやっているところだったんですけど、まあ、そこに繋がってくるお話でございまして、そこから始まる、ボイジャーでお手伝いさんしていた人のお兄さんが登場してくるっていう話でございまして、相当このお兄さんがやべえやつなんですよね。うん、まあ、このお兄さんは、なんだっかな、昔、妹をいじめていたね、やつを、親ともどもね、すまきにして海に捨てたような人物で、ちょっとかなりね、やばい人なんですけど、そんなね、お兄さんが襲来してくるっていうエピソードがありまして、それで、その波を聞いてくらはね、順調に進んでいったんですけど、そんな矢先にね、元彼のね、
人から、メールが入ってくるっていうところで終わっておりましたが、まあ、今後はかなり不穏な、ラストでございましたけどね。うん。ね、やっぱり、ほんと笑わせてくれる作品ですね、波を聞いてくれは。今回は、評価的に言うと、ですね、まあ、A ですかね。うん。まあ、一個評価は下げてはいるんですけれども、まあ、前回がね、個人的にかなり好きだったっていうところもあるんですけど、まあ、今回は A ですかね。うん。まあ、8話の引きもかなり良かったのでね、次がかなり気になるところでございますけど、そんな感じで波を聞いてくれでございました。続きまして BNA でございます。7、8話なんですけど、7話は、まあ、渡り鳥問題っていうお話でございましたね。渡り鳥、鳥居の獣人が、いろんなところを渡っていくときに、いろんな問題発生するっていうところで、まあ、それに関わってくる話で、結局テロが起こったりなんだりって重い話でございまして、そして8話なんですけど、かなり不穏な空気で始まるところだったんですけど、まあ、今回もとにかくシリアスは濃かったですね。シローさんの過去、っていうかね、正体が明らかになるっていう衝撃の回でもございましたけど、はい。結局まだね、アランの企みっていうのがわからないままなんですけれども、まあ、ちょっとずつ見えてきているところなんですかね。うん。あと、ミチルとナズナっていう二人の関係性は今後どうなっていくのかっていうところですかね。うん。まあ、ナズナが結構ね、ちょっとやばそうな雰囲気もありますけどね。はい、そんなところで、7、8話でございました。うん。まあ、そうですね。BNA もうちょっとね、明るい部分も欲しいかなっていうところでございましたね。ちょっとね、話が重すぎてね、ちょっと若干ね、気持ちがちょっと重くなってくるところがあるので、もうちょっと明るいところも欲しい A ですかね。はい、というところでございます。うん。続きまして、隠し事でございます。隠し事はね、シリアスパートというか、現代パートっていうんですかね、あっちのパートのいろんな謎がね、徐々に見えてきているようなところがありつつもっていうところでございますが、はい。まあ、いつも通りギャグの方はね、冴えてて面白いんですけど、7話は、犬を飼うと。犬を飼うっていう話ですね。それからアシスタントの話でございます。うん、まあ、そんな感じのいろいろな話がありました。はい。ね、いつも通りほっこりした話でございましたが、それから、そうですね、例のごとく、後半のね、シリアスパートの話でございますけど、いろんなキャラクターたちが、高校生になった姿でね、表してくるということで、その姫ちゃんの後をこっそり、ついてきたようでね。まあ、このね、大きくなった高校生たちっていうのは、まあ、前にね、お話で出てきた、いろんな人探しのところとかで出てきた小学生たちだったんですけど、そんな子たちが高校生になってもね、仲良しで登場してきたということで、うん。まあ、いろいろ制服はね、違ったりしてきているんですけれども、まあ、ここで、先生がね、登場してきたりと、うん、ショートヘアの人だったんですけど、元気な人でね、それがロングヘアになっていたと、まあ、どういうことがあったのかと、いろいろわからないんですけど、どうやらいいニュースと悪いニュースがあるということでございました。はい、そんな感じの第7話でございました。ちょっとこっちのね、現代パートがすごく気になって仕方がないところでございますが、続きまして第8話でございます。8話はですね、前回の犬の名前が決まります。後藤六ということで。まあ、後藤六っていう名前になったのもね、いろんな経緯があるんですけど、名前を登録するだかなんだかに行くんですけど、後藤六ですかって言われて、後藤六、いい名前ですね、みたいな感じで、姫ちゃんがね、いろいろ勘違いしちゃって、後藤六っていう名前になっちゃったり、っていうことがありまして、はい。まあ、とにかく新しい家族の名前が決まりましたよ、というエピソードでございました。で、それからお誕生日、どうしようかな、みたいな。姫ちゃん、参加しようかな、死ぬ前かなっていうところで悩むっていうお話でございましたね。うん、まあ、この話もね、すごく良かったですね。そして、シリアスパートでございます。現代編なんですけど。いやー、回を増すごとにシリアス度が増していきますけど、今回は、本編でいつもね、過ごしている、家がある、平屋の家があると思うんですけど、目黒のね、中目黒か。の家がですね、空き家になってると。うん、というところで、そして中目黒と鎌倉の家、うり二つのような家なんですけど、鎌倉にある特徴っていうのが二つあるんですよね、うん。景色が違う。鎌倉の方からね、縁側から海が見えるんですけど、二つ目はですね、家族三人をモチーフにしたような絵が描かれてるんですよね。建物の上の方に、うん。で、それを見た姫ちゃんがいろいろ気づき始めるっていうところでね。うん、ちょっとね、まだこっちの話の方はね、
あの、断片的にいろんな話を見せてきているので、結局どういうことになってるのかっていうのがまだわからないんですけど、とにかく、いや、こっちの方が気になって仕方がないですね。最近の隠し事は。はい、というところでございます。はい。まあ、最近の癒し、毎週の癒しアニメなんですけどね、それがちょっと、毎週のこのシリアスパートは気になって仕方がないというところでございますが、はい、隠し事です。評価は変わらずですね、面白いです。続きまして、前回 SS の評価、かぐや様とレールガンなんですけど、まずかぐや様から。かぐや様はですね、6、7話かなでございます。はい。6話で生徒会選挙の、最終回とか決着編ですね。でございました。うん。この6話が良かったんですよね。飯野美子なんですけど、この飯野美子の過去のエピソードっていうのは語られていくんですよね。楽しいものではないんですけど、この暗い過去エピソードの分ね、後がね、半端ないカタルシスなんですよね。まあ、とにかくね、あの会長がめちゃくちゃかっこいいんですよね。はい。いや、この生徒会エピソード良かったですね、最終的に。うん。いや、すごくいいお話でございました。笑いとかよりね、感動とかの方が、上回ってくるエピソードでございましたが、本当に良かったですね。続きまして、第7話なんですけど、前回のね、すごい感動的な生徒会選挙のね、ラストとはね、打って変わって、いつものお話でございます。いつもの日常エピソードということで、ここにはね、新しく生徒会メンバーに加わった、飯野美子ちゃんもね、登場してくるんですけど、結構、ちょっとかわいそうな、シチュエーションというか、そういうシーンばっかりだったんですけれども、まあ、その、いろんなね、期待をしてるんですよね、飯野美子ちゃんは。うん、この生徒会メンバーっていうのに。もうそれをね、ぶっ潰していく、それぞれのメンバーのお話ということで。いろいろありましたが、パンツを語るお話とかね、手のひらをマッサージするお話とか、もう全部が全部ね、裏目に出てね、ちょっと勘違いがいろいろ積み重なってしまって、イメージが崩れていってしまうというところでございまして。それからね、最後はね、少女漫画が大変なことになっちゃうってお話で、もうね、どのエピソードもね、すごく面白いお話でございまして、前回のあの感動は一体何だったのかっていうところのね、第7話でございました。まあ、これですけどね、見たいのは本当に。はい。いやー、ちょっとね、ギャップがある、ロックアウト7話のお話で、まあ、どちらもどちらで面白いお話ばかりでございましたが、まあ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 、変わらずですかね、SS ですかね、ちょっと、かぐや様はちょっと、団地なところ個人的にありますね。はい。というところでございました。はい。そして、とある科学のレールガン T でございます。レールガンは第15話でございましたね。はい。ここの15話で、第8制裁編が終わりってところですね。もう前回の10話で終わりだと思ったんですけど、15話が一応第8制裁の最後の話ということで。で、残念なんですけど、15話で終わりですけど、その続きですね、16話以降っていうのは、放送が延期になりましたね。がっつり延期になりました。うる覚えなんですけど、だいぶ先ですね。もうだいぶ1ヶ月以上先に延期してしまいましたということで。まあ、とうとうね、レールガンは結構延期を続けていって、まあ、それでもね、すごいクオリティで上げてきていたので、ちょっとすごかったんですけど、まあ、それでもちょっと追いつかなくなったんですがね、とうとう、長期の延期に入ってしまいましたということで。まあ、最終的に、レールガンが完結終わりまで描かれるのが9月だったかなというところで言われていましたね。というところで。まあ、ここで一旦、終了というところなんですかね。というところの第、まあ、一応最後のお話ということでございました。15話でございます。というところで今回感動の話でございます。もうめちゃくちゃ感動の話でした。ドリーとね、コウザク、ミノリだっけの二人のね、再会がもうめちゃくちゃに感動的だったんですよね。うん。で、そんな二人の再会のところに、もう涙しながらね、職王さんがね、謝りに来るっていうところが、さらに来るところがあって、うん、もうちょっとやばかったですね、この最後のお話は。うん、もう試験官からね、出されて、その、工作のね、腕に抱かれて、目が覚めるドリーなんですけどね。みーちゃんっていう言葉また響くんですよね。うん、で、そこで二人が抱き合ったりしているところに、まあ、職王さんが入ってきてっていうところでね、はい、いろんなね、今までの謝罪をするんですけどね、ドリーはね、それに対していろいろ許すっていうか、いろんな要求を出すんですよね。あれやこれやといろんなことがやりたいっていうことを言うんですよね。うん。まあ、そういうことでね、まあ、これから、この三人っていうのは、ずっと一緒にいるっていうことを言うんですよね。まあ、とにかくもう、このエピソードは本当に類線に来るお話でございましたね。うん。ちょっとね、いいお話すぎました、今回は。はい。というところで、まあ最後に、まあ最後じゃないんですけど、一応、うん。締めにふさわしいようなエピソードでございました。レールガン T の15話でございます。
文句なしの SS でございます。というところで、一通り評価終わりました。SS から SABC といった形でございます。うん。まあそうですね、プリコネがすごく良かったのと、あと、ハメフラが、アニオリが混ざっていたりして、ちょっと落ちるかなっていうところもあったり、神の塔が結構面白かったですね。うん。とかいろいろありましたけど、そんな感じの、2020春アニメの7話から8話の、感想でございました。といったところで今回は動画は以上で終わりたいと思います。さよなら。